どうも赤伏赤伏伏伏伏ということで豚山神保町店さんですが、おや髪色が変わってますですね。ゴールデンウィークなんでね、金にしちゃいましたけども、あ、納得いってないけども、まあまあいいでしょう。今回はこちらですね、神保町新お茶の水、そしてお茶の水駅が利用可能なラーメン豚山神保町店さんということで、3月29日にオープンしたばっかり。ほやほやですね。そうなんです。16店舗目の豚山さん、閉店した店舗は除いてますね。マシュマシ TV ではですね、大塚店さんばっかりお世話になってますが、大塚以外では初めての初店舗ということでございますね。さあ、神保町のメニューこんな感じ。ミニ、小、大、汁なし、いろいろございますが、お店によってはつけ麺とかやってるんだけど、こちらはお持ち帰り豚を売ってます、ね、右上でね、あとクーロウーロン茶などもありますね。私は今回ね、意外とデフォの汁なしを食べたことがなかったんで、まあ、大豚というものを買って汁なしに変更券を、購入しております。あ、どうどん、おしょしょーい、どんということで、大豚汁なし変更、一応全部マシマシが通るお店でございますね。まあ、もやしとかちょっと隠れちゃってますけど、そうですね、埋もれちゃってますけどね。一日のグラフみたいな、あ、なるほど、円グラフ円グラフみたいな、豚通常2枚です。豚入りにすると 2+3 で5枚、ダブルは26の8枚です、豚入りがダブルになるよということですね。なるほど、はい。でラーメンと違う点はこの卵黄とフライドオニオンが無料で入るんですね。これはまあ、あのマスものに入ってません。なるほど、はい、そのままです。はい、で汁なしなんですけど、お店がねレンゲを入れてきてるんですね。まあまあ、混ぜやすさとかもね、変わってきますから。そうです、変わってきます。これがあるとね、麺とかも引き出しやすいんで、早速食べていきましょう。もちろん豚からいきますね、初めに食おうっていう意識じゃなく、食べないともう混ぜらんないんでまあそう、確かに、はい、存在感がすごいもん、すごいですかこれ。油にの部分ほろね、中心の部分の方が呼吸チットタイプになっていくというものですね。これたまらずにですね、胡椒豚を作っていくんですね。あ、合うでしょうねこれは。最初の方からこう作っていますけども、やっぱ豚山さんっていうのはね、豚の楽しさが一番なんで。いや、もうてかもう豚山できてるもんな本当に。あ、まあ本当ですね。名の通りの豚ね、ダブルもあるんですが相当入ってくるんで、やっぱりね、豚ダブルがあるところは豚に自信がある。なるほどなるほど。もうどんどん食ってくれという。油野菜ですね。で、肉かす油も売ってるんだけど、油の増し増しだけで十分な量入ると思います。なるほど。はい。で、野菜のグラム数なんかも分かっちゃったんですね。あ、すごいですね。珍しい。そうなんですよ。153.400。増し増しにすると600g です。100万ですね。600野菜です。はい。で、デフォルト油、味付きじゃない、素材の甘みは生かした、油の旨味で勝負してきてるんですが、もちろん豚カス油を買うと肉っぽい部位も入ってるらしいですね。はい、入ってるらしいですね。つか大塚で食べながら入ってるんだけど。ああ、まあそうですね。はい。で、麺量ミニ125、通常250、大が375ですね。で、まだ足りねえぜって方は麺増し券買えば増やせるんで。足りない人いいんすかね。いやー、ちょっと私みたいな人がどこにいるかもしれない。まあそうか、いるか。パキポキ麺ズズズズ、ちょっと麺が短いんでね、あれ勢いよくシャッて入りやすいんで、そのままあの気持ちいいですよ、はい。そして卵黄ね、割れちゃったんですね、残念ながら。これでレンゲが役に立ちましたね。まあ、あ、そういうことです。へい、序盤に混ぜるとあの野菜にしか卵黄がかからないんで、僕はこうちょっと溜めて麺に絡ませる推奨派です。はい、派閥に所属してます。汁なしというのも、まずはね、後から割るタイプです。大塚店よりニンニクはちょっと控えめかなということで、おー、にしても結構の量ありますけど、ありますけども、はい。でさらに比べると大塚店よりちょっとマイルドかな、でニンニク入れて辛めが嫌だって人でも、もうどんどん入れちゃっていいと思います。なるほど。ただし、まあ、汁なしにすると、麺に黒胡椒を最初からあるんですね。ああ、そうなんですね。はい、パンチとしてはもうフックだジャブだっていうぐらい強くなりますので、汁なし、どうした、汁なしです。これ微乳化っつってるけど、汁なしなのよ。こちらはね、醤油感ではなく乳化由来の甘みが強いということで、塩気もねそんなに感じられないというか、まあ、均衡が取れてますね。バランスいいという感じでしょう。はい、ただまあラーメンよりは濃かったかなと。汁なしだからねこれ、汁なしですね。はい、しょっぱレベルとしては
3.3 です。まあだからね、あのそこまで塩気がないという意味では、あのこのラーメンのタレもそこまでは辛くない。はい、あの尖ってないんでそんなに。なるほど。だからまあライトユーザーの方でも使いやすいラーメンタレとなってますね。よかったですね。醤油じゃなかったんですね。あ、そうです、ラーメンタレ。はい。さあそして、まあ、結構聞かれたんでね、黒胡椒と白胡椒の使い方どう違うのみたいな。黒はね、汁なしにかけると、あのパンチ力増すけど、白胡椒の場合はそれが、まあ、マイルドになるんで、スープがある時のラーメンに入れるといいんだけどね、入れすぎると粉なんで、あの、詰まらせますよというのが違います。そんなに入れるかな。あ、僕だけかな。喉詰まらせること言えないよ。そうですね。そしたらおつな情報入ってますよ。そうなんですか。おつな情報、これね、豚山さんの台分量375しかないんで、マシマシにすると野菜がちょっと余りがち。これが情報です。おつな情報あったんですか。おつな情報です。さらにお水情報、すげー、ね、なんと各席に給水所があるんで、一回一回席立たなくていいんです。すげえなこれ。これいいですよね、これね。熱いお湯は出てこないですよね。あ、水です。はい、そっか、回転寿司屋さんお茶を作るためですね。そうそうそう、水出てきますから、すごいですよね。そしてバイナル豚ね、5枚入りですごい量でしたが、ダブルにしたらあの千葉次郎ぐらいは言ってたかなと。ああ、もう直近で苦労したんですね。はい、ちょっと控えめに食べました。はい、ちょっと控えめです。大人になっちゃいましたね。え、そんなこと。神保町でね、寂しいや、やべえ、場所忘れれば89点言ってました。いや、まあ90いかなかったけど、これを豚ダブルにしたらとんでもないことになります。違うんだって神保町。そうか、違う、寂しいな。ちょっと待ってくれ、金にしたからちょっとレベル下がったんで、しょうがない。やっぱもう、やっぱ内臓壊してるから。ああ、もう分かった。しょうがないです、もうこれはもう心配なんで。この次の動画でぶっ壊しに行くわ。ええー、ほんと勘弁してください。本当ですか。うん、ちょっとペースやばいんで最近。ペースやばいですか。まあ確かにね、神保町、はいはいはい、神保町でもやっぱ新しくなってきたんですね。いや、そうなんですよ、本当に。あの前にね、ちょっと行った別の二郎系のお店が1個閉店しちゃったんで、ほう、ちょっとあの数としては少なくなったかと思いきや、またできちゃったから、いや激戦区だな。本当に激戦区ですよね。富士そばかなんかがあった場所だったの。ああ、確かにそば屋だったかな、だよね。まあそれぐらいかな。いや、なんで金にしたんですか。え、それぐらいなのかなって締めようとしたけど。なんで金になってんですか。ねえ、まあ、びっくりしたんですけど、あの家帰ったら金だったら。いや、だからびっくりサプライズあったじゃないですか。一方であなたもマグロ持ち帰ってきてたから。いや、それは別にいいでしょ。なんだこれと思って同時にびっくりがあったから。いや、そんな枕もらったもんだから。どうか、俺も一時的だから やってもらったもんだから俺も。ちょっとよくわかんないですけどね。金か、まあなんでかっていうと、ちょっとおじさん臭くなってきたから、ね、若返ろっかなと思って。あ、理由がおじさんですね、本当に。すごい理由が、結局、でも今後ちょっと色落ちてきたらまた別の色になるかもしれない。あ、マジっすか。はい、カメレオンを目指してるんで、ちょっとはぁ、はい、高田純次ぐらいで聞くようなこと言ったね、今ね。おじさんだな、例えば。おじさんだな、出てくるって。おじさんだし、ちょっとね、内面も若返っていきますんで。ひとまず、豚山神保町とやつさん、ごちそうさでした。